どうも、とつがわです。今、みんな何やってるんですか？ちょっと、携帯で動画が撮れなくなったので、ちょっと急遽、こっちに変更で、まあ、岡山市北東のはできませんでした。まだの、ちょっと、まあ、お知らせというか、いうのをしていきたいと思います。ご乗車ありがとうございます。次は、小島です。小島か。出口は左側、3番乗り場につきます。まあ、これ、小島はで、この指定席。この指定席は、まあ、ここの陸本の指定席。これと、まあ、ですね。じゃあ、ちょっと移動中にして。で、指定席は小島まで使えます。まあ、小島まで指定席で、小島までだと、あれですね。指定席だと、全身の18切符が使えるので、高松方面に行こうと思って、マリンライナー乗ろうと思ってる人は、指定席に530円。指定席料金を使って、まあ、指定席料金を使って乗るのがいいかもしれません。で、1階席は、まあ、一応と言いますか、乗ってみて感想なんですが、まあ、下、こうなるんですよ、1階席なんで。こっちになるの。まあ、瀬戸大橋のあたりで乗るのがいいかもしれませんね。はい、よし。今ちょっとここら辺の、まあ、こうそういうのもあって、まあちょっと邪魔なのと、まあ邪魔ついたらですね、まあ、見にくいっていうのが、まあ正解かもしれませんね。JR 東日本の普通列車と普通列車みたいにグリーン車は使えません。まあ、みたいなので指定席グリーンやったかな、そういう関係で使えないはずです。また指定席はまあ使えるようにはなっています。小島ですね。やっぱりこういった座席の隙間というのも、まあ、下のですねとこは楽しめるかもしれません。でも、これがついたら、乗り換え、上の方に交換ですね。それじゃあ、もうちょっとこっちですね。グリーン車です。マニライナー11号高松駅です。ご利用ますと境で高松です。先頭1号車指定席、2号車から5号車後ろ側4両10席です。お手洗い設備1号車と4号車の後ろ側にございます。まもなく発車でございます。
次は坂出、次坂出です。9時43分到着です。本州の岡山県と、四国の香川かなを結ぶとこになります。また本州と四国を結ぶ橋は、皆さんも知っての通り、橋は3つありますね。しまなみ海道、瀬戸大橋、明石海峡大橋。そのうち、鉄道が通れる、橋は瀬戸大橋だけです。また強風が吹く日や風の強い日には瀬戸大橋線は運休します。なので天気を見ながら乗った方がいいかもしれません。
これで瀬戸大橋の瀬戸大橋は終わりましたね。ここからこの列車は途中、まあ同じルートを切った列車と離れ、直接高松方面に向かいます。とりあえず短絡線行ったかなを通ります。動画でお見せしたいと思います。ご乗車ありがとうございました。坂井出です。お忘れ物ないようにください。降り口左側1番乗り場到着です。乗り換え列車ご案内いたします。鴨川航空部橋岡木の正面鶴車高松行き、階段降りて向こう側2番乗り場、9時46分の連絡です。鶴車高松行き2番乗り場でお乗り換えお待ちしております。特急石槌こう多度津行きは階段降りて向こう側3番乗り場9時56分の発車です。本日多度津までの運転です。鴨川の飯尾島方面をお越しのお客様、多度津駅でお乗り換えください。特急多度津行き石槌号3番乗り場9時56分発車です。宇多津丸亀多度津電通両面鶴車琴平行き同じく3番乗り場10時12分の発車でございます。お忘れ物ないようご支度ください。坂井出です。瀬戸橋線快速マリーナイナー15号高松行きです。坂井で出ますと次は高松終点です。途中駅は止まりません。ご注意ください。まもなく発車でございます。閉まるドアご注意ください。
ご乗車ありがとうございました。次は終点高松です。9時58分到着です。っていうのが変わってます。
とうございました。高松終点でございます。お忘れ物ないようにください。降り口右側5番乗り場到着です。今日も快速マニーライナー15号ご利用くださいましてありがとうございました。次はトッピングと高松ターミナルドアウンザライト再登場分高速線乗り換え列車です。列車徳島駅1番乗り場10時2分連絡です。昭和町立林公園北口立林北町八島方面列車の徳島駅1番乗り場10時2分の連絡です。特急徳島急寿司用9号3番乗り場10時10分発車です。本日悠々アンパンマンカーを増設しております。特急寿司用9号徳島駅3番乗り場10時10分の発車です。車内お忘れ物ないようお乗りください。この終点でございます。じゃあまあ高松に着きました。それではご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思った方はチャンネル登録、高評価お願いします。